お暇なら映画でも。すぐあの新作映画レビュー。猿の惑星キングダムということで、猿の惑星キングダム見てまいりました。猿の惑星シリーズ第10作目であり、リブートシリーズね、猿の惑星ジェネシスとかライジング、グレートウォーね、あのシリーズがまあ一応何、シーザーシリーズですかね。シーザーっていう猿の主人公がいて、彼をめぐる3部作がまあ一応あってですね、それが一応前回のグレートウォーで終わったんですよね。一応そこで終わって新たなシリーズとして今回のキングダムができたということだと思うんですけれども、まあ一応ですね、物語は前回のグレートウォーから300年後ということですよね。で、完全新作なんでシリーズ知らなくても大丈夫ですよということになっていますけれども、まあシリーズ知らなくてもなんとかなるようには作られていますけれども、基本的には完全にこのリブートシリーズありますよね、ジェネシス、ライジング、グレートウォーの続きというふうに考えていいと思います。だから、シーザーのあれこれ、まあ、人生というか、シーザーの物語を知ってると知ってないとではだいぶ映画の受け取り方、このキングダムの受け取り方が変わるかなという感じがしますね。まあ第1作オリジナルのね、第1作猿の惑星プラスこのリブート作品3つは見ておいた方がいいんじゃないかなというふうには思うんですけれども、どうなんでしょうね。でとりあえずこのネタバレなしの、一言感想、すぐはどう思ったのかということを言うとですね、見終わった直後に思ったことはですね、長かったなと、退屈なシーンが多かったなというのが僕の第一印象でしたね。お話としてはまあまあ面白いっちゃ面白いんですけれども、何にせよもうとにかく長い、間延びしているっていう感じですね。その一つ一つのシーンが長いし、物語の進みも遅いしっていう感じで、なんか長かったな、退屈なシーンが非常に多い映画だったなという印象ですね。140分の映画なんで長いじゃないですか。そもそも長いんですよね。2時間20分の映画なんですけれども、もっと全然短くてよかったと思うんで、これならね、というふうに思いました。物語としては、まあ、これから多分このシリーズが始まると思うんで、ノアシリーズというかそういったシリーズが始まっていくんだろうなというふうに思うんで、まあその第1章ということなんで、まあ世界観を見せるというかね、そんな感じでおそらく最終シリーズみたいな感じになっていくのかななんてね、ちょっと思ったりはしていますけれども、まあそんな感じですね。シリーズの最初なんで、まあとりあえずこれでいいのかなで、っていう感じでした。ということでこの後は、ネタバレをちょっとおしゃべりしながらもうちょっとお話ししたいというふうに思います。それではネタバレが嫌だという方はここで、引き返してください。よろしくお願いします。ネタバレします。ということで、ここからネタバレを含みながら、まあ、ちょろっとね、お話ししたいなというふうに思います。物語は、まあ、ここはもう出てるところなんであれですけれども、300年後の世界なわけですね。シーザーが死んで、だグレートウォーの終わりから300年後の世界と、いうことになっているわけですね。もう全部ビルとかそういったものもね、緑に囲まれていて、緑の守り神みたいな感じで、全部がもう近代建築、文明というものは全部なくなっているんだよという感じでずっと進んでいくわけですね。まあ、しばらくは本当にもう人間は絶滅しましたみたいな感じで、猿同士の縄張り争いみたいな、そんな感じで物語が進んでいくんですけれども、これハリウッド映画では結構珍しいんですけど、最初から退屈だったんですね。ハリウッド映画って最初はお客さんを掴むんで、そうするじゃないと帰っちゃうんでね。最近話題になってるじゃないですか、映画の損切り、問題みたいな、そんなのがなんかネット上騒いでますけれども、あんなの言うの日本だけですからね。日本は映画代がめちゃくちゃ高いんで、そういう話題が出てくるかもしれませんけれども、基本的に外国って映画が安いんでね、映画
って貧乏人の見る楽しみなんですよ、ね。お金持ちは映画も見るけど舞台とかを見に行くわけですよオペラとか、それがステータスなわけですね。映画っていうのは安い、誰でも見れる安い娯楽が映画なわけで、今はそのアメリカもね、インフレがあって映画代が高くなってきて、やっと日本はこんだけすごいインフレが起こって、やっと日本と同じレベルの映画料金になってきましたけど、基本的には安いわけですね、映画料金っていうのは。だから損切りなんていう発想がそもそも出ないぐらい、ハリウッドっていうのは映画の最初でお客さんの心をつかまないと、映画の最初の15分で面白いシーンをバンバン出さないと客が帰っちゃうぞっていうふうにまあ言われているわけですね。だからハリウッド映画って最初つかみがすごく面白いようにできているんですけれども、今回のキングダム、最初からなんだか退屈なシーンが続いてですね、珍しいなというふうに思いながら見ました。なんかね、この物語が進まないんで、まあ、最初ね、鳥の卵を取りに行くシーンから始まりましたよね。あのシーンもなんか重要なのか何なのかもよくわからないまま見ていて、でそのあんまり面白くもないし、なんだかなみたいなね、そんな感じで退屈だなと思って見てたんですよね。でまあその後ね、いろいろあって、まあ、もしかしたら人間がいるんじゃないかみたいな、そんな感じが出てきて、敵との戦いみたいなね、なんだっけ、プロキシマスシーザーか、プロキシマスシーザーっていう、まあシーザーね、リブート3部作のあのシーザーの、その何て言うかな、まあ宗教みたいになってるわけですよね、シーザーの物語が300年経って。でそのシーザーの中の派閥みたいな、そんなものができているっていうことだと思うんですけれども、まあ派閥というかシーザー原理主義というかちょっと言い方はあれですけれども、まあそういってね、シーザーの心を俺たちは受け継ぐんだというふうに思い込んでいる迷惑者みたいな、そんなのが出てきたりして、そことの戦いみたいになってきて、やっぱ CG とかその戦いの様子とかは迫力があってすごいんですけれども、いまいちそののめり込んでいけないというか、そういったところがありましたね。で人間が出てきて、そこの人間が絶滅したとかもいないとかいう風になっていたと思いきや、そうでもないとか、そういったシーンが出てきたりとか、あと実は人間の群れっていうのがいてとかね、川辺にシマウマと一緒に人間の群れがこう住んでいて、なんかウェルズのタイムマシーンみたいな感じで、未来の世界みたいな感じで、この人間が駆られているみたいなね、そんなシーンが出てきたりとかして、あ、そういう人間っていうのはもうそういう立場なんだねと、この星の支配者っていうのは完全に猿が支配者になって、人間っていうのはもう完全に弱い生き物として扱われているんだねという風になっていったんですよね。だそれならそれでまあいいとして、でもそれってあんま面白くねえなと思いながら見てたわけですね。正直僕シーザー3部作の 1,2 はそれなりにいいかなと思ったんですけど、評価が結構一番高い3番目、グレートウォーですね、あれ一番多分評価高いと思うんですけど、僕としてはですね、猿の惑星グレートウォーは正直猿である必要があまり感じられないというか、1、2はね、完全に猿と人との関わり合いの中で物語ができてきたと思うんですけれども、3に至ってはもうあんま猿である必要がなくなってきているっていうところが僕は感じていて、だからそのこれ猿の惑星かいみたいなね、そんな感じになってきていたんですね。でさらにこの今回のキングダムは、まあその序盤ね、序盤中盤、まあ、終盤までですね、ずっと人間がほぼ出てこないで猿同士の戦いになっていたんで、こうなってくると本当に猿である必要がないなと、これ人間同士の戦いっていうことで置き換えても同じじゃんっていうふうに思ってですね、なんかいまいち面白くねえなーというふうに思って見ていたんですね。だからずっとこの物語も全然進まないし、結局ずっとその猿同士の縄張り争いみたいなことをずっとやってるだけだし、なんかどうもなーというふうにね思っていました。まあ中盤以降ぐらいからですか、女の子がね、人間の女の子が実は喋れますと、私の名前はメイですと、いうことを言い出して、実は文明人だったんだと、文明を持っている人間もまだいたんだということになってですね、そこからまあ多少
この面白くなってくるんですけれども、ただにしても物語はあまり進まないし、どうもなという感じがあったんですよね。だからお話はいいんですけど、いかんせん長い、間延びしてダラ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 、物語をセリフを喋ってるなという感じがあったんですね。もうちょっとその辺がうまくできたらなというふうに思いました。で、ここから本当にね、大きなネタバレになってきますよ。大丈夫ですか？まあ要するに人間は二分されていたということがあるわけですね。完全に文明を捨てて、野生児みたいな感じになっている人間の群れもいれば、300年間ずっと隠れて、猿から隠れて文明を維持し続けた人間もいたということなんですよね。そんなことある？っていうふうにね、ちょっと思っちゃうんですよね。その文明を捨てたシマウマたちと暮らしている人間たちは本当にもう野生の人間みたいな感じで、川の水飲んでただ猿から追われてなんか逃げ惑ってみたいな、このなんか言葉も喋れないような感じだったりとか、なんかね、そういった感じなわけですよね。それに引き換え文明を維持し続けた人間側はですね、あまりにも文明を維持し続けているっていうかものすごいわけですよね。なんていうの、全く劣化しておらずに、髪型とかもすげえ現代風だし、パーマとか当てたりとか染めたりとかもしてるしなんか、アクセサリーもつけてるし、お化粧もしてるしっていう、そのなんていうの、あまりにも野生の人間と野生じゃない人間の差が激しすぎんじゃねえかというところが、まずおいおいというふうに思うし、まあその説明がない時間帯だったんで、まあそこは後から考えれば別にいいかと思うんですけれども、ノアがね、文明の中に入っていった時に、地下のね、この機械とか、ああいったものをバンバンいじっている時はさすがにどういうことみたいな思いましたよ。どういうことこれ、あまりにもじゃねえかと、どういうことっていうふうに、ね、かなり頭の中にハテナが浮かんだんですね。なんでこの子こんなにいろんなものいじれんのと、300年ぶりじゃねえのと、どういうこと、なんでこれ全部わかってんのっていうふうにね、すごく謎に思いました。ただまあラストまで見れば、あ、そういうことねって思うんですけれども、そこに気づいていなかった僕はですね、なんでこのお嬢ちゃんこんなに300年間文明から離れているのに、なんでこんなに文献とかそういったのだけでこんだけいじれてんの、どういうことなのっていうふうにね、思ったりしてね、そこが見ている最中はなんだかイライラしましたねおかしいじゃねえかよとか、そういうふうに思いました。で、あの中に入っていた軍事施設なんですかね、戦車とか、いろんなものがあったんですけれども、正直戦車があるんだったらもう人間の勝ちだろうというふうにね、思いましたけれども、もうこれ勝ち確定でしょうって、あの戦車動かせばもうね、いいじゃんっていうふうに思ったりしますけれども、どうなんでしょうね。だからこのなんていうの、どうも腑に落ちないその文明を捨てていた人間と捨ててない人間との差が激しすぎるっていうところが腑に落ちないっていうのと、300年間ですよ、300年間隠れ続けていたっていうのはかなりすごいねっていうのと、その間食料とかそういうのを畑とかね、いろいろと耕したりとかしなきゃいけなかったと思うんですけれども、そのあたりはどういうことになってたのかなとか、300年も経っていたのに猿たちの領土は全く拡大しなかったってことですかと、人間たちと、全くその交わることのない相当離れたところにいたんですかとか、300年経った割には猿の群れがちっちゃくないですかとか、300年経った割には意外と進化してないねとかだってリブート作3作品は第1世代だけであんなに進化したのに、1匹の猿がね、シーザーが突然変異的な感じで賢くなったわけじゃないですか。その1匹の猿が賢くなっただけでの第1世代だけであんなに賢くなったのに、300年経ってもあんまり差がないねとか、なんかね、
もうちょっとなんとかなんないのかなっていうふうに思ったのと、あとオーラスね、オーラスで他の地域にまだ人がたくさんいるんだっていうことが判明しましたということがあったじゃないですか。あれに関してはそのよく意味がわからないんですけれども、基本的には300年前に起きたあのウイルスによって人間は死滅しましたよということになっているわけですよね。で、それでも世界のどこかには、まだ人がいるかもということをやっていたということなんだと思うんですけれども、でもあの猿に支配されているのはあの地域だけですよね。アメリカのあそこだけで、その他のところはウイルスによって被害はあっただろうけど、それ以降別に猿に支配されているわけでもないし、生き残った人たちは普通に生活をしているわけで、300年ですよ、300年間、だったらもうちょっとなんとかできんじゃねえのって思うんですけどね。誰かアメリカのあの辺を見に行くっていう人が300年間の間に一人ぐらいいたっていいじゃないかなっていうふうに思うし、世界各地が猿が支配しているんだったらまた話は別ですけど、多分そうじゃないんで、ちょっとなんかうまいこと言ってないなというふうにね思いました。ということですね。だから基本的にはやっぱりこの猿である必要性があまり感じられないっていうところが、ちょっとあれかなというふうに思います、僕はね。前回のリブートシリーズからその疑問というかそういったところはあるんですけれども、なんか道徳的なことを描きたいっていうところはまあわかるんですけれども、そのなんていうの、人間は悪いやつ、猿は純粋でいいやつみたいなね、そんな感じのところをあまりにもこのステレオタイプで描いているところがあるんだろうなっていうところが、なんかどうもなっていうふうに思うし、下手だなっていうふうにね思うし、まあオリジナル第一作はやっぱり偉大だなというふうにも思うしね。オリジナルだけですからね、原作がちゃんとあって、原作を映像化したのが一番オリジナルの猿の惑星であって、それ以降は全部映画の人たちが勝手に作っているシリーズですからね。だから猿の惑星シリーズつったってね勝手に作ってるだけっていうところもまああるっちゃあるんですけれども、まあそうね、もうちょっと深くこのいろいろと考えられるようになった作品になってもらった方が僕は楽しいかなというふうに思いますね。せっかく猿対人間っていう、構図の作品になっているわけですから、もうちょっとねうまくできたらいいかななんていうふうに思いました。ということで今回は猿の惑星新作映画レビューでした。まあ、CG はやっぱすごかったですよ。でもね、前回のグレートウォーが2017年だから、今が2024年だから7年経ってんだ。7年経ってるにしちゃそこまで CG ってあんまり進化してないかな。7年経ってすごい変わったっていうほどではないような気もするよね。あとやっぱ前回までのシーザーがちょっとかっこよすぎたんで、シーザーのかっこいいシーザーに変わるキャラってとして、まあ多分ノアがどんどん成長していってっていう感じになってくると思うんですけど、どうなんだろうなという感じが、まあその辺は楽しみにしたいかなというふうに思います。お聞きくださいましてありがとうございました。キングダム猿の惑星キングダムのレビューでした。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、LINE スタンプ、そして、メンバーシップスグアの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いいたします。その他、何かリクエストありましたらチャンネルの中のコミュニティのところに、コミュニティのどこかに書いておいてもらえればありがたいなというふうに思います。集計するときにね、そっちの方が楽なんでよろしくお願いします。ということで、今回は猿の惑星キングダムレビューでした。まあ、このシリーズがまたいくつか続くんだろうということで、どうなるか楽しみにしたいですね。それでは皆さん、ウッホホーイ。